こちらはですね、瀬戸内市議会会場でございまして、なんとですね、260キロの、ヒグマのベアシチュー、ヒグマのベアシチューをですね、ベアシチュー丼を、ですね、今トランポリンの上で実食なさっている、そらくんにちょっと、ね、はい、インタビューしたいと思います。そらくんどうですか、このベアシチューって配って食べたことある？ないですね。ないでしょ、ないけど、ないけど、黙々と食べてるってことは美味しい。はい、美味しいですね。で、なんでちょっと聞きたいんだけど、トランポリンの上で食べてるの？暇だからですね。暇だからね、といったところでね、黙々と食べるね。もうね、僕なんか多分ね、おそらくですよ、クマを食べるのは2回目ね。でもね、そらく今いくつだっけ？何歳？九？11歳でね、ヒグマを食べたというですね、まあ言ったらですね、地球は青かったといったね、あのガガーリンに対しての全く同じようなですね、感想をね、はい、述べてくださった、そらくんから、あ、どうしようもなんか一言言いたいですね、会長。はいはい、私ですね、まあ、会長という名を、あ、まあ、なんていうんですかね。一回はもんだ、会話もんだ。はい、でもやっぱ子供たちが喜んでくれるのが一番良かったです、はい、でもそれにはやっぱりチョッパーさんのあれもあったり、ここから見えてるキッサーさんのあれがあったりとか、はいはいはい、やっぱり将来明るいっす。うわー、いいですね、はい、といったところでね、最後の最高の笑顔を見せてくれた。大丈夫ですか？閉、はい、まりました。もうね、あの、閉まってるか閉まってないかはあの後ほどね、明日シラフになってから確認したいと思います。そういうことなんですよ。はい、あ、これがそうなんですよ。藤枝のヒグマって言われてるね。はい、あ、これはですね、はい、瀬戸荒谷のヒグマと言われた。瀬戸荒谷の90キロのヒグマと言われたね。はい、98キロのヒグマですね。98キロのヒグマだね。はい、といったところでね、原田明月でございました。といったところで、スタジオにお返しします。